皆さんこんにちは、増田俊雄でございます。いつも私の増田俊雄チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。不思議なことには裏があるということでいろいろなお話をしておりますが、今日はですね、中国で大変不思議なことが最近起きましたので、そのことについてお話しようと思っております。というのはですね、日本で言えば外務大臣に当たるわけなんですが、中国のですね、外務部の部長の秦剛さんという方がいるんですね。秦は、秦の国の秦ですね。剛は豪傑の剛ということで、秦剛部長という方がいるわけなんですが、このところですね、皆様方ご存知の通り、アメリカからですね、中国詣でと私は言ってるわけなんですが、ブリンケン、国務長官、それからイエーレン、財務長官、それからケリー、気候変動関係担当のですね、長官というのがですね、次々中国を訪問しまして、最後になんとですね、100歳になられて、ウィルチェアに乗ってですね、体がなかなかこの大変な状況にあるにもかかわらず、この老体鞭打ってですね、キッシンジャーが訪中をして、習近平国家主席と対談をするというようにですね、このところ次から次へとですね、アメリカの要人が中国を訪問して、そして最後の締めくくりとして、キッシンジャー、習近平会談ということになっているわけであります。これほどですね、アメリカをはじめ、よその国からもですね、元首あるいは指導者がですね、中国を訪問するんですが、そこにですね、この秦剛外務部長のですね、姿がないんですね。これぐらい不思議なことはないんですね。その代理といいましょうか、前ですね、この秦剛部長になる前の部長で、王毅さんという方がいるんですが、もう王毅さんは今、部長ではなくてですね、政治局の重要なポストにあるわけなんですが、この秦剛部長に代わってですね、前の部長の王毅さんがいろいろ要人とですね、接触するようなことになってるわけなんですよ。これはもう非常に不思議な話でありまして、この秦剛さんというのはですね、これ外務部長なんですが、習近平国家主席の周りには、もちろんこういう外務部長をはじめですね、人民解放軍の司令官から始まってですね、ありとあらゆる主要なポストというのは習近平一色になってるわけですね。いわゆる反習近平とかですね、いうところからは誰一人として、そのいわゆる指導層に入っていないと。重要なポストは全て、習近平の審判で固めているということなんです。で、この秦剛部長なんですが、過去に異例な出世をしてましてね、もう三段跳びか四段跳びぐらいにですね、どんどんと出世をしてですね、そして、外務部部長にまで、のポストになると。それどころかですね、会社でいうと重役会でいろいろなことを決めますが、中国の国家のですね、指針その他を決めるのは、政治部のですね、7人のいわば政治局員がいるわけですが、これがですね、中国の政治のトップと言っていいわけなんですね。ここに入るということはもう大変なことで、それぞれのですね、段階を一つ一つ登って、そして最後にですね、政治局員になるということなんですが、この秦剛さんはですね、ここへスッと入ってしまってるわけなんですね。ということは習近平のお気に入りというよりもですね、右腕左腕というですね、非常に信任が厚い、ということが言えるわけで、他の局員からのですね、羨望の的ということになっている方なんですよ。で、この秦剛さんが姿を消してしまったと
肝心なところに現れないということで、いろいろこの情報が乱れ飛んでましてね。なぜ情報が乱れ飛ぶかっていうと、中国のスポークスマン、政府のスポークスマンがですね、この秦剛さんのことについての質問にはっきりとした答えをしないんですよ。それがですね、いろんな憶測を呼ぶ原因となっているわけなんですが、まあいずれにしてもですね、今現在いろいろと報道されていることによると、この秦剛部長のですね、ガールフレンド、愛人がいるんだと、これが問題になっているという話なんですね。で、私も実は中国の国営シンクタンクの理事長さんとは古いお付き合いなんで、この間私の講演を北京でやるということでですね、まあコロナの件とかその他いろいろありまして、日にちがこの延期になってるわけなんですが、そのことに絡めてですね、最近電話をしまして、この秦剛さんのガールフレンド、愛人の、あれはどういうことなのかと、まあ、その愛人さんの名前はですね、白行伝と言いまして、白は人弁広いと、広しっていうね、白ですね、それから行は暁、遺伝は田んぼの田ですね、こういう女性がいまして、この方はもうアメリカの一流大学を出てですね、もうアメリカのマスコミ界に入るや出世頭でですね、その出世頭っていうところは秦剛さんによく似てるんですが、出世頭で世界中の著名なですね、まあ指導者、大統領とか首相とかですね、そういう人とのインタビュー番組っていうのがあるんですが、それを持たされてですね、いるっていうんですから、まあこれ相当な方なんですよ。でそれぞれの国のトップクラスといろいろこの話ができる、まあ親しくもなるでしょうしね、そういうその立場にあるんです。この白行伝という女性が秦剛部長のですね、愛人なんですよ、ね、で愛人、まあ、日本の場合はですね、まあ、総理大臣にしろ誰にしろですね、まあ、政治家がですね、愛人を持ってどうのこうのというと、もう週刊誌に叩かれて多分、職を辞さなきゃならないというところまでなるわけなんですが、中国の場合はですね、まあ、これ歴史的なことなんですが、紀元前3000年からですね、秦の始皇帝の時代のですね、あの権謀術数騙し合い、ね、の世界、ああいう時にですね、誰しもですね、5人や6人の愛人を持っていて、それぞれ愛人がですね、自分の主人の出世のために、ありとあらゆることをするわけですね。女性の世界は女性の世界で、足の引っ張り合い、騙し合い、そしてそれはですね、すべて、自分の主人のためということでですね、もうこれも大変な権謀術数の歴史があるわけなんですね。表においても裏においても、まさに騙し合いの歴史というのがあるわけです。したがって今日においてもですね、この部長がですね、愛人を1人や2人持ってたってですね、別にニュースにも何もならないわけなんですよ。ところがですね、これは愛人問題だということになったということは、この白行伝という女性に問題があるということに他ならないわけです。で、よくよく、まあ、調べてみますとですね、この女性はやはりアメリカの一流大学を出てですね、そしてマスコミ界に入り、まあ、トントン拍子で出世してですね、そして、世界の著名人、あるいは世界の大統領、首相クラス、とのですね、インタビューアーとして大活躍をしているわけなんですよ。したがってですね、まあ、アメリカはもちろんのこと、ヨーロッパもですね、相当の人脈がありまして、まあ、いろいろトップからですね、情報を得られる立場にあるわけなんですよ。したがってですね、この白行伝のような人間が中国のスパイとしてですね、働けば中国にとって、これほどですね、有意義なことはないわけなんですね。これわかりませんけども、多分中国のスパイとしての仕事をしていたのではないかと。ところが、それならいいんですが、問題になったということはですね、やはり中国にとって不利なこともあるということなんですね。どういうことかというと、これ二重スパイができる立場にあるわけなんですよ。二重スパイでこれぐらい適切な人はいないのではないかというようなことなんですね。で今回ですね、この秦剛部長と白行伝、お二人ともですね、消えてなくなったんですよ。まあ、拘束されてるのかどうかよくわかりませんが、とにかく姿を消したということなんですよ。そして政府のですね、
記者会見でそのことが問われますと、スポークスマンはもうはっきりしたことを言わないんですね。最初に質問された時、スポークスマン16秒間黙って何も言えなかったって言うんですよ。何も言えなかったんじゃなくて、わざと16秒間かけたんだと私は思いますけどね。そんな強烈な質問されて目を白黒させてですね、そのことについてはなんてことを本当に言うスポークスマンが中国にいたら、それはスポークスマンじゃないですね。バカを絵に描いたような話なんです。ところがやはり世界のマスコミっていうのは16秒間もしどろもどろで物が言えなかった、これは何かあるで今大騒ぎしてるわけなんですよ。大騒ぎしてる方が私は引っかかってるんだと思いますね。そんな国だと思うととんでもない話で、中国というのはそういう情報面においても、それからいろいろまあ騙し合いとか言葉遣いは悪いですけども、そういうふうに思わしといて後でストーンとですね落とすとか、そういうことにおいてはもう歴史的なこのなんて言うんでしょうか、大国なんですよ。もう秦の始皇帝の時代でもですね、もう騙し合い、そして、まあ愛人がたくさんいるわけで、愛人も足の引っ張り合い、殺し合いね、全部自分の主人のためにもうありとあらゆる手段を取る、そういうことの中からですね、一番最後にですね、皇帝がまあ選ばれてですね、そして治めるという国なんですよ。だからそれは今日もそういう点においては文化として同じなわけですね。まあ愛人が何人いようとそんなものはですね、ニュースにもならない、そういう国です。それがですね今問題になっているということは、この白行伝でしょうね問題は。で、私の察するところ、おそらく二重スパイ容疑だと思いますね。で、そして今この姿を消したということは、多分拘束されてるんじゃないでしょうかね。ということになるとですね、習近平が一番その目をかけてですね、どんどん出世をさせた人間がですね、問題があるということになると、これ習近平の沽券に関わる話なんですよ。ということになると、またその裏があるんではないかなと。これ習近平にとってこれ最悪の事態になっているということは、いつかの時点で最高の形に持っていくのではないかというふうに考えております。まあ中国で最近起きた不思議なことについてのお話であります。